始まりました実況パワフルマスターデュエルの時間です。実況は私、ゆっくり霊夢。解説は三度の飯よりデュエル好き、ゆっくりマリサさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この動画はマスターデュエルの対戦動画になります。うぷ主が使うデッキはこちら。これはイグニスターデッキなんだぜ。そう、ブレインズ未視聴のうぷ主が使うのはイグニスターデッキ。なんで見てないのにイグニスターデッキ使ってるんだぜ。それは愛の声優さんが桜井貴博さんなのと、サイバース族使ってみたくなったかららしいよ。ここでうぷ主の遊戯王遍歴を紹介しよう。小中高と遊戯王で遊んでいて、アーク5とリンクショックの影響でやめてしまい、そこから数年経ってルール改定の時に、イグニスターを組んでたまに遊んでいるそうです。みんなのあるあるを体現しているような流れですね。それでは対戦を見ていきましょう。ですがその前に、注意点。うぷ主はプレイがそんなに上手ではありません。プレミが目立つかもしれませんがご了承ください。それでは、デュエル開始。さあデュエル開始です。相手が先行、うぷ主が後攻のようですね。相手は伏せカードを2枚セットしてターンエンドです。そしてうぷ主のターン。手札はなかなかに良さそうです。まずは光を召喚。召喚時効果に対して相手がうららを使用。それを墓穴の指名者で除外して無効化するようです。ここを無効化されるのは動きに支障が出ますからね。イグニスターはここを止められると厳しいですよね。ダークインファントがあるのでイグニスターアイランドはサーチできますが、それでもサーチが展開につながるのは間違いないので、手札に加えたいところですね。この効果で手札に加えたのはアイドリングボーン。そしてリンク召喚、ダークインファントです。ダークインファントの効果でアイランドをサーチしました。そしてそのままイグニスターアイランドを発動。効果で手札のアチチを特殊召喚。アチチはデッキからイグニスターモンスターを手札に加えるものです。そしてそのままリンク召喚。リンクにサイバースウィキッドを召喚しました。さらにアイランドの効果でモンスターを特殊召喚。ドヨンを特殊召喚。リンク先に召喚されたのでウィキッドの効果が発動しますね。さらにドヨンの効果も発動します。ドヨンの効果で墓地の光を回収します。サイバースウィキッドの効果でブルルを手札に加えます。このまま2体でリンク召喚するようですね。リンクさん、トランスコードトーカーを召喚しました。トランスコードトーカーでサイバースウィキッドを召喚して、後続につなげるようです。その前にブルルを召喚し効果で、ウォーターリバイアさんを墓地に送りました。そしてビキッドを特殊召喚しました。さらにリンク召喚、このデッキのキーカードを召喚するようですね。おっときました、ダークナイトです。そしてドシンを特殊召喚。その効果でトランスコードトーカーをエクストラデッキに戻して、アイラブ融合を手札に加えるようです。そしてリンク1、ダークインファントを特殊召喚です。これでダークナイトの効果で蘇生するモンスターの数を増やせます。ダークインファントの効果で横に一つ場所をどかして、ダークナイトの効果で墓地のイグニスターを3体特殊召喚します。ブルル、ドヨン、アチチを特殊召喚しました。ここからの展開がイグニスターの本領発揮ですね。そしてシンクロ召喚レベルは7。ウィンドペガサスアットイグニスターを特殊召喚です。そしてブルルの効果でドヨンを召喚します。さらにウィンドペガサスの効果で場のイグニスターの分だけ、魔法、罠を破壊します。それにチェーンして相手が魂のしもべを発動しました。この効果で黒の魔法陣をデッキの上に置きましたね。こちらは手札からアイラブ融合を発動。手札の光とダークインファントを融合召喚。アースゴーレムアットイグニスターを融合召喚です。そしてアイドリングボーンで墓地に送られた光を召喚するようですね。レベル4が2体並びました。来ますよレイムさん。エクシーズ召喚ライトドラゴンアットイグニスター。これは圧巻ですね。とても素晴らしい流れです。そしてモンスターを5体でリンク召喚。リンク後、ファイアウォールドラゴンダークフルードを召喚です。召喚時墓地のサイバース族モンスターの種類の数カウンターを置きます。カウンターの分攻撃力が2500ずつ上がるので、攻撃力13000でダイレクトアタックで見事勝利です。今回の戦いいかがだったでしょうか？うまいことリンク召喚が決まりダークフルードのカウンターも4つの状態で召喚できていて一番いい盤面を作り出せたと思います。そうですね、4回妨害されるのは相手にとっても厄介なはずなので結構な脅威なはずです。またいい対戦ができた時に対戦をあげたいと思っていますので楽しみに待っていてください。
それでは今回はこの辺で。皆さん、さようなら。